どうもルです今回はドゥームステイの各課金隊別の強くなるためのおすすめの課金パックについての攻略をやっていこうかなと思いますえこのおすすめの課金パックについての攻略約半年前にえ動画を作ったんですけども今もうかなり環境が変わってて明確な違いが 二つあります。え、それは何かというと、乗り物の上限解放と、それに伴う、え、お得なパックやパスの追加。そして、ティアさん装置の入手難易度の緩和。え、この二つです。なので、今効率よく強くなっていくためには、 この二つを重点的に考えていく必要があります。でそしてここについては、半年前と変わらない観点として、えー、このゲームの課金ってお得に強くなることを考えると、月に1万円課金する人と、月に3万円課金する人で買うべきパックって 180度変わるわけじゃないんですよ。基本的な考え方として、月に1万円課金する人と3万円課金する人を比べたときに、最初の1万円で買うべきパックって同じなんですよね。なので今回も、その課金帯までの人が買うべきもの。そして、 その次に、さらにその上の課金体の人が追加で買うべきもの。そのような形でお話しさせていただければと思います。では、具体的なところについてなんですけども、まずは月に1万円を予算としたときですね。この時に買うべきパックは、まずは何と言っても、 カスタマイズコンテストの、このエリートパスとマスターパス、えっと、マスターパス。そして、え30日ジェムパスとえ、スーパーマンスリーパス。そして、デイリーブースターや、ラッキールーレット。あとは、秘密の武器庫の99ゴールドのパックと、基地探索の 99ゴールドのパック。あとは、この並走セールのシルバーパス。あとは、今来てないんですけども、シェルタースキンイベントの時の999ゴールドのパスですね。では、一つずつ見ていこうと思うんですけど、まずはカスタマイズコンテストですね。 私これ今最優先で買うべきパスだと思ってます今このゲームで一番重要と言っても過言ではないのってこのティア3装置の解放なんですよでこれを解放してるかそうでないかでもう天と地ほど強さが変わってきて そのティアさん装置を効率よく入手できるのがこのカスタマイズコンテストです。またこのカスタマイズコンテスト。えっと、ティアさん設計図だけではなくて乗り物の強化素材。これもめちゃめちゃお得でエリートなら普通のパックの5倍。マスターなら 普通のパックの3倍近い内容になってるんですよ。これ、お得すぎませんこれ結構、エリートまでで買うのやめてる方多いと思うんですけど、これエリートがあまりにお得すぎるだけで、本来であれば、もうマスターの方も12分以上にお得なんですよね。なので、このマスターも購入を視野に入れて、 良いのかなと思います。えー、そして次に、えー、ジェムパスと、えー、スーパーマンスリーパスなんですけど、えー、こちらはもうジェムのためですね。で一応、こっちのマンスリーパスの方は、建設級の、えー、追加解放だったり、えー、収集速度アップの 恩恵などもありますのでどちらか一つ買うのであればマンスリーパスが良いのかなと思いますただジェムパスもお得なことには変わりないのでこちらも十分におすすめできるのかなと思いますでは次にデイリーブースターやラッキールーレット え、秘密の武器庫のえ99ゴールドのパックだったり、基地探索の99ゴールドのパックなんですけど、まあ、これはもう全部お買い得です。ただ、カスタマイズコンテストだったり、えマンスリーパスと比べてしまうとえ、効率は落ちてしまうので、今、育てたいヒーローがいる方は、デイリーブースターだったり、ラッキールーレット。 そして、育てたい上位兵装がある方は、秘密の武器庫の99ゴールドのパックを。そして、育てたい兵装の装置がある方は、基地探索の99ゴールドのパックを買っていただくのが、良いのかなと思います。えでは次に、兵装のシルバーパスですね。 ね、これも非常にお得で、いくら乗り物が重要になったからといって、この並走自体が弱体化されたわけじゃ全然ないんですよ。これ、上位は置いておくとしても、カイエジェをオール星語にするのって、めちゃめちゃ大事なので、必要なアラカルトボックスがあるときにはえ、こちら、検討していただくのが、 良いのかなと思います。え、そして最後が、シェルタースキンイベント時の999ゴールドのパスということで、永久スキンを取れば、そのバフって永久に加算されますし、不産物だけでも全然元取れるんですよね。え、またそのタイミングを逃してしまうと、そのスキンが復刻されずに、 今後ずっと入手できない可能性も結構高いので、え、来たら基本的に取っていただくのが良いのかなと思います。ただ、今ご紹介したパック全部買ってたら、到底もう1万円の予算も越してしまいますしあ、越してしまいますので、あの今ご自身にとって 必要なものは何かという観点をもとに、主者選択していただくのが良いのかなと思います。えでは次に、予算を3万円とした時なんですけど、今までご紹介したものプラス、レジェンドヒーローを入手した時に出てくる499ゴールドで万能かけら10枚のパック。えそして、 並走のゴールドパスや、あとは買いレジェの終わりなきオファーパック。そして乗り物の究極の装置のパック。あとは生成チャレンジの時に来る299ゴールド以下の生成チップのお得なパック。このあたりが候補に。 上がってくるのかなと思います。えでは一つずつ見ていきたいと思うんですけど、まずはレジェンドヒーローを入手した時の万能かけら10枚ということで、もう育てたいレジェンドヒーローがいるなら買っていって良いのかなと思います。ヒーロー系のパックで考えると、あのかなりお得なので、 で、一応、デイリーブースターの3つまとめ買いとも比較したんですけど、えっと、レジェンドかけら10枚の方が、えっと、レジェンドかけら、えっと、万能ですね。え、万能10枚の方が期待値は高いので、え、まずは万能かけらで良いのかなと思います。え、では次に、 並走のゴールドパスと終わりなきオファーパックについてなんですけどこれはシルバーパスよりはお得ではないもののカイレジェを一気に育てるならばこのパックを買っていかないとなかなか星5まで育ちきらないんですよね。なのでさらに並走の成長を加速させたい方は買っていただくのが良いのかなと思います。 では次に究極の装置なんですけどこちらは乗り物のティアさん装置の設計図のパックですねプレミアム金属やハイカーボンなどは少ないんですけどティアさん装置の設計図ならば間違いなく最も効率よく入手できるパッケージですただ一度購入しきってしまうと え現状では復活しないパックなのでえ、そこは注意が必要になるのかなと思います。えそして、生成チャレンジの299ゴールド以下のパックについてなんですけど、並走の星上げが進んでいくと、この生成の属性効果についても厳選していきたくて。えそのためには、 生成チップが必要不可欠なので、お得な生成チップのパックを買っていくのは非常にありなのかなと思います。こちらが予算を3万円とした時のおすすめパックで、基本的には並走や乗り物をさらに1段階強くしていくイメージですね。 でそして、え次はえ、月の予算をえ10万円とえするときについてなんですけどえ、ちょっとその前に、この定期購入と、ま、デイリーブースターの、えっと、3つ全開ですね。これ定期購入もえ月に499ゴールドなんですけどま、まずこの定期購入については、 むっちゃけ、まあ、課金帯に関係なく、この機能が便利だと思うなら買っていいと思います。まあ、基本的には、この同盟ギフトを一括で受け取れるっていうのが、多分一番メインの機能になると思うんですけど、じゃそれを、じゃ毎日、10ゴールド払って、え、解放したいと思うかどうか。 で、これを仮に、じゃあ月に300ゴールド分の価値と考えれば、この得点報酬、これはまあ、あれですけども、まあ、スタミナの回復速度と、まあ、訓練速度、研究速度とかも上がっていったり、あとは、え、諸島やジェネシスなどで、戦う方については、この救急ステーションの得点、地味にでかいんで、 そう考えると、お得であることには間違いないかなと思います。ただ、この同名ギフトの特典が、まああまり魅力に感じない方は、これは別に無理に、定期購入しなくて良いのかなと思います。で、次のデイリーブーストなんですけど、これについては、 あの、一気にヒーローを育てたい方向けですね。あとは、この加速を、あ、加速とジェムにどれだけ価値を感じられるかなんですよ。結局、純粋なヒーローだけの効率だと、これって今はそこまでお得ではないと思うんですけど、ジェムと加速を合わせれば、まあセットでお得だよねっていうのが、このデイリーブーストで。 あとは、あの、このヒーロー自体も、まだ、野戦部隊が全部揃っていなかったり、今、ラリーだったり、中屯をするので,で、急いで育てたいヒーローがある場合には、このデイリーブースト、買っていって、良いかなと思います。んただ、あの、今はもう、乗り物とか、並走があまりに、 あの、でかくなりすぎちゃった環境なので、このデイリーブーストは、そこまで無理に499ゴールドの全外についてはしなくて良いのかなと思います。はい。えー、では、えー、気を取り直して、えー、月の予算を10万円とするときなんですけど、えー、おすすめなのは、えー、立派な石碑イベントでの エネルギーコア集め。あとは、えー、ジュリアのマジックカードを800枚まで回していく。そして、基地探索と、えー、上位兵装やレジェンド装置のジェム付きのパック。このあたりになるのかなと思います。えー、まずは、立派な石碑イベントのエネルギーコアなんですけど、 こちらは育てたいウェポン持ちのヒーローがいる場合ですね。ラリーや駐屯をされる方は、ステラやチェイシーを突破させていくことで、かなり強力になると思いますので、おすすめできるのかなと思います。えー、では次に、ジュリアのマジックカードなんですけど、こちらはもう乗り物の強化素材のためですね。 もう今って乗り物のバフがあまりにデカすぎるんですよ。乗り物の強さがその人のもうバフとしての強さと言っても過言ではないレベルなので、このジュリアのマジックカードをやっていくのは非常に重要なのかなと思います。ただ、マジックチケット消費でもらえる段階報酬がこれ800枚までなので、 えこの段階ではえ、毎回800枚まで回すのを目安にしていただくのが良いのかなと思います。えそして次に基地探索なんですけどえ、これはもうレジェンドの装置を育てていきたい、え育てていきたいからですね。結局、なんやかんや言ってもレジェンドの装置って偉大で、 ラリーや中トをするなら、もう必ずつけておきたいんですよね。それを副産物込みでお得に入手できるのが基地探索なので、毎回4回までは必ず。場合によっては8回や12回までやっていただくのが良いのかなと思います。そして次に、 上位兵装や、レジェンドの装置の、ジェム付きのパックなんですけど、上位兵装やレジェンドの装置をお得に入手できるパックって、ジェム付きのパックなんですよね。ちょっと今、出てきてないんですけど、例えば、偉大なる兵装オファーとか、そういうパックですね。どうしても、秘密の武器庫だと、これ、 ジェムがついてこないので、あの、そこがかなりデメリットだったりするんですけど、偉大なる並走オファーとかだったら、ジェムがついてくるので、おすすめできるのかなと思います。以上が10万円を予算とした時のおすすめパックについてなんですけど、ここは乗り物を強化して、底上げしつつ、強力なラリーや、 中東をしていくために完成された一部隊を作っていくイメージになるのかなと思います。えそして次にえ30万円を予算とした時のおすすめパックなんですけど、こちらはジュリアのマジックカードのパックをほぼ全外。そして秘密の武器庫を250回です。 あの、もへや、さっきから、ちょっとパック名ではなくなってしまっていて、申し訳ないところなんですけど、まずは、ジュリアのマジックカードですね。え、先ほどの10万円予算であれば、段階報酬があるところまでになるんですけど、今回は、もう、ほぼ全外で OK です。ジュリアのマジックカード、これ、段階報酬抜きでも、 乗り物系のパックの中で考えたら、めちゃめちゃお得なんですよ。なので、乗り物強化するんだったら、このジュリアのマジックカードを、もう分回したくて。ただ、ちょっと今、開催してないので、出せなくて申し訳ないんですけど、このように、一番上に出てくるパックが、一番お得で、 逆に999、999ゴールド以下のジュリアのマジックカードのパッケージって、あんまりお得じゃないんですよ。なので、上に出てくるパックと、4999ゴールド以上のパックは全外。1999ゴールドのパックは、まあ、どちらでも、あの、いいからといったようなイメージかなと思います。 でそれで、え各週5万ゴールド。えー、月で言えば、えー、10万ゴールドかかるので、結構な出費ではあるんですけど、あの強くなることは間違いないので、高みを目指したい方にお勧すすめできるのかなと思います、えー。そして、秘密の武器庫なんですけど、こちらは先ほど、 え10万円を予算とした時のおすすめでお伝えした偉大なる並走オファーなどのパックと比べてお得ではないんですけど今一気に上位レジャーを育てたいならこれを買っていかないとなかなか育たなくてえジュリアのマジックカードほぼ全外と秘密の武器庫だったら間違いなく ジュリアのマジックカードの方がおすすめなんですけど、高みを目指していくには上位兵装が必要不可欠なので、余裕がある方は買っていただくのが良いのかなと思います。そして、それ以上課金される方についてなんですけど、もう、ウィークリー乗り物スタイルだったり、ウィークリー乗り物改造がおすすめですね。 結局今、もう乗り物がすべてみたいな環境なので、秘密の武器庫を300回とか回していったり、パーツとかの課金をするよりも、乗り物を少しでも強化した方が強くなれて。エウィークリー乗り物改造についても、カスタマイズコンテストなどを全部買っていっても、乗り物の強化素材の課金を たくさんしてると、ティアさんの設計図が足りなくなってしまうので、そのような場合に最終手段として買っていくことになるのかなと思います。はい。えということで、今回の動画は以上になるんですけども、いかがでしたでしょうかたくさんのパックや強化要素があるんですけど、大前提として課金しなくても、 遊んでいけるゲームですし、ぶっちゃけ、このゲームの課金って、キリがないので、えー、無理ねえっと、無理のない課金をしていただくのが、良いのかなと思います、えー。では、今回の動画はこのあたりで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。